はいみなさんこんにちはこんばんは。ココメチャンネルのショーが今日は、しゃもじ大変を大変だ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 しゃもじこくを大変だまたお前か何が大変なんだ今寝ていたんだよ。こんな中途半端な時間に寝るんですか中途半端ってでなんだって眠くなる時はあるだろ人間は。まあおっしゃる通りですけれども大変ですよ。寝てる場合じゃありません。起きてください。 な、なんだ、そんな、きっぱりはっきりと何なんだいや、もう、きっぱりはっきり言いますけれども、とんでもない事態になってます。な、なんだ。あの、下ゃもじ、ここ、緊急賃貸情報って知ってますああ。あら、もう、当然知ってるわな。私が中止になって、固めて、固めて、固めて、念願が叶って、やっと成立した、決まりだからな。そうですよね。その、賃貸情報なんですけども、 緊急時身体情報。あのー、いろんな項目あるじゃないですか。ああ、もう、すんごい、もう、忘れちまったな。中にいろんなのあったな、そういえばな。その中に、あの、例えば、種をね、あのー、なんか、来年度、ま、またその、再来年も負けるような種を隠し持っていて、それを巻こうとしただけで、まあ、巻いてないんですよ。巻こうとしただけで。あの、巻こうとしただけで、計画しただけで、もう、 あのー、捕まえることができるっていう、なんか内容ありますよね。わあ、そうそうそう。あのー、まあ、それはあれだな。これから悪いことをしようと企んでる人たちを捕まえるっていう中にあるな。確かにな。そうですよね。大問題ですよね。何が大問題なんじゃだって、これからまだやってないんですよ。空想の世界、思いの世界ね、心の中の世界に踏み込んでいって、それで捕まえるわけですよね。いや、だってそんな悪いことを企んでたら普通はもうダメだろう。いや、 ちょっと待ってくださいよ。だって子供でも例えば空想で、まあ、いろんなアニメ見て、ね、刀でバンバンバンバーンって戦うようなア,アニメを見たとするじゃないですか。うん。あるな。よくそういうことはな。ありますよね。昔だって侍の、なんか強い剣士が現れて、バンバンバンバーンってやっつけて相手を倒すっていうドラマみたいなのありましたよね。アニメとか。あったなぁ。いっぱいあった。それはな。う、え、ん、ー。小連れ狼とかな。シトシトぴっちゃんシトぴッチャン チャーンってやつだな。なんか歌が随分違うような気がしますけど。まあ、そんなような、あの、そうです。そういうドラマありましたよね。あれは強かったな。そうですよね。で、相手悪いやつをバン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 ってぶった切るわけですよね。あ、そうそう、そういうことだな。で、最近だとワンピースって言うんですかね、あれの、でかあの、ゾロですよね。解決ゾロか。いや、解決つかないんですよ。ただのゾロなんですけど、この海賊狩りのゾロとかいうやつが海賊なんですよ。 えいや、海賊狩りのゾロっていう人が海賊なんですよ。なんで海賊狩りが海賊なんだまあ、いろんな事情があるんですよ。ね、腕が伸びたり縮んだり、海賊狩りが海賊になったり、いろんな事情があって、で、まあ、その男もバン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 ってやるわけですよ。おー。結構かっこいいのかそりゃかっこいいですよ。やっぱりね、日本の刀ですよね。それをバン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 ってやるわけですよ。おー、面白そうじゃないか。 なんですけど、子供ってやっぱりそういうアニメとか見たら、やっぱりあの木の防火なんかで、よーし、ぶった切ってやる、バンバンバンバーンってやるじゃないですか、遊びで。うん。で、それ、やっちゃいけないし、そう思っちゃいけないし、相手をそういうふうに思った瞬間、捕まえること、拘束ができるという法律ですよね。緊急賃貸情報って。もうそうだな。で、それって、なんでどうやってわかるんですか、心の中で思ったことを。 そこが問題なんじゃよ。それを、例えばインターネットとか SMS でつぶやくわけだな。俺はこうしたいとか、あいつこうしてやるとか。で、その中にそういう内容が入ってたら、そっこくく高速だ。なるほど。で、そうやってつぶやかなければわかんないわけですか。それはわからんだろ。それ、超能力者じゃないんだから、そう思ってること考えてることわからんだろ。 いやいや、ちょっと待ってくださいよ。だってそれだとつぶやいてはっきりと発言して、インターネットとかにアップしたら、高速逮捕っていうことですよね。そうだな。で、思ってて、本当に計画しようと思ってて、内緒でわからないようにして、心に秘めて、だけどいつか実行してる絶対俺は実行してるんだっていう言う人いますよね。怖いな、いますね。そういうやついるね。うんうんうん。そうしたら、本当にそういう方が悪いやつじゃないですか そうだな。そういう奴の方が何してかつかわからんな。そうですよね。その本当に悪い奴は捕まえることができないじゃないですか。本当に悪い奴は頭がいいからな。SNS なんかに投稿しないからな。そうですよね。そしたらいつまでたってもそういう本物は捕まえられませんよね。お前たまにはいいこと言うな。あそうですかうん、なるほどな。本物は捕まえられないけれども。 その本物に近い偽物を次々と捕まえることはできるということだな。うーん、まあ、そうなりますね。まがいものですよね。本気でそうやってるかどうか、やるかどうかもわからない人たちを捕まえることはできます。数の問題だな。はいや、数の問題だろう。どういうことですか本物は捕まえられないけれど、それに近い偽物みたいな奴らを千人捕まえれば、本物一人と、 同じぐらいの重さになるんではないかいや、ならないと思います。いや、そうか、ダメか。いや、だもう理論おかしい、破綻してますよ、理論が。そうか、でも最近、まあ世の中見てるとな、あの、ポイントだとか多数決とかそういうのにこだわってるだろう。どういうことですか、それ。買い物してもすぐ、ポイントカードお持ちですかって言うだろう。あ,あ、そういえば言いますね。 どこで買い物しても、ポイントカードお持ちですかってこの雰囲気で言いますよね。あれって何いや、あれは多分、買い物をして1000円買ったら1ポイントとかつくわけですよ。で、それのポイントカードを持ってるかどうかを確認してるんじゃないですかいやー、おかしな世の中になったなだってみんながみんなポイントカードを持ってるわけじゃないのに、ポイントカードお持ちですかっておかしいだろ。持ってるやつが普通はああやってみんなに聞くんじゃなくて、 持ってるやが、あ、すみません、ポイントカード持ってますよって出すんじゃないのか。うん、まあ、言われてみればそうですよね。なんで持ってるかどうかもわかんない人たち対象に全員にポイントカードお持ちですかって聞くんだ。お、まあ、言われてみればそうですよね。でも必ず聞きますよね。そうなんだ。あれがわしは嫌でな。だっポイントカードはわしは持ってらんからな。基本的にそういうのを持つのが嫌いなんじゃよ。 まあ、そりゃそうですよね。国の代表が、いちいちポイントカード持ってっちゃって、<laughs> あ、すいません。あのポイントつけてくださいって、おかしいですよね。うん。まあ、それもあるな。だけど、元からあんまり好きじゃないな。そういうのはな。そうですか。私持ってますよ。おえちょっと待って待って。え今なんて言った私は、ポイントカードを持っていますよ。 なんでそんなロボットみたいな喋り方なんだ、急にあ。あ、すいません。つい興奮して。まあ、興奮するとロボットみたいな喋り方になるのか。ああ、まあそうなんですよ。変わったのな。でも、ポイントカードを持ってるってことは、ポイント集めてるのか。集めてますよ。もうね、4566ポイント溜まったんです。その一つずつ、一回ずつ覚えてるのか。いや、それそうですよ。今回13ポイント溜まったな、とか言って。4566ポイントだから、あとどれくらいで6000になるかな、7000になるかな、8000になるかな、とかね。 あなんで5000と7000飛んでるんじゃんああ、すいません。いや、もう、興奮しちゃって、うん、ポイントカードの話をすると興奮するのか。そうなんですよ。いや、だけど、みんな持ってますよ。ええー？ええー？みんな持ってるのか。持ってます、みんな。えちょっと待って、みんな持ってるのおかしいじゃないか。何がおかしいんですかみんな持ってるんだったら、ポイントカードお持ちですかって聞く必要ないだろう。みんな持ってるんだったら、ポイントカード出せって言えじゃないか。 あお客さんに、ね、そんな大変な態度解除取れないわけですよ。やっぱりお持ちですかって柔らかく聞けば、ああ、持ってますって出すわけですね。はあ、なるほどな。やり取り難しいの日本語は。そうなんですよね。ポイントカード。たかがポイントカードされたポイントカードってことですよ。はあ、なるほどなー。でもそのポイントカード数の1枚のことを考えても、まあ日本人の気質っていうかな。 なんか人間性っていうか日本人の性質っていうかそのなんか伺えるような感じがするな。そうですよね。だってそういうポイントを1ポイント1ポイント集めて夜中の2時にどん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 って来るわけですよ。え、ちょっと待って、それ違うだろう話が。夜中の2時に来るのは食料不足が始まってだ。食料を持ってたら夜中の2時にどん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 食べ物くださいって来るんだよな。ああ、その話でしたよね。 なんだけど、ポイントカードっていうのも、それぐらい大事にみんな思ってるんですよ。そうかえ、そうですよ。あの、例えばポイントカード忘れてしまったらいけない。ポイントカード忘れました。で、悲しそうな顔すると、店員さんが、わかりました。じゃあ、このレシートを大事に取っておいてくださいね。次回、このレシートを見あの見せていただければ、ポイントをお付けしますから。という、手を差し伸べてくれるんですよ。 なんて優しいんだ。そんなことまでしてくれるのか。そうなんです。ポイントカードを忘れても、そういう手を差し伸べてくれて、助けてくれる。引っ張り上げてくれるんですよ。日本人っていうのはきめ細かくて優しいのそうなんですよ。そこが欠けてるんですよ、シャむジココうに。んド,ドキ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 わしに欠けとるのか。欠けてます。 でも、支持率上がってるぞ。ちょっとアップしたんだ。あそんな喜んでる場合じゃありませんよ。ニコニコして。支持率また急にガクン、ガクン、ガクンって下がりますよ。そんな、あの、調子に乗っかってると。そうか。いや、そうですよ。ちょっと上がったぐらいで喜んでちゃいけません。うん。まあ、そうだな。自分を今めて、もっともっと、ちゃんとしないといかんな。そゃそうですよ。国の代表、国王なんですよ。代表なんですよ。だから、 シャムジ国王はしっかりしてください。うん。お前の言う通りだな。最近ちょっとその自覚に駆け取った気がする。そうですよね。で、シャムジ国王はなんでポイントカードを持たないんですかわしがポイントカードなんか持ったって、あんたそんな、そんなもん持つ必要ないな。なんで持つ必要ないんですか たくさんもらっとるからの、なんですかそれ本当に恨まれます。もう本当にね、みんながそういうところが嫌いなんですよ。そういうところ平気でね、言うところもおかしい。絶対おかしい。絶対しゃもじここおかしい。そんなのおかしいかもう絶対におかしいチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。